凶悪だね、ゆうちゃんは。もう、するわけないでしょ。ゆうちゃんじゃなきゃ、しないもん。とにかく、今日のはみんなに内緒だからね。あ、星きれい。ありがとう、拝見する。よくやったユウ、褒めて使わす。ええ、お嬢様は偉いですよ。当然じゃないですか。わかりやすくまとまっている。資料をまとめたのはうちの光ちゃんだよ。よくできてるでしょ。確か彼女は1年生でしたか。でもそうは思えませんね。日本語もしっかりしている。うっせえ、日本語なんて通じりゃいいんだよ。いや、ダメだ。え、いや、今のはユウに向けた冗談なんすけど。分かってる。だがこれを読めば、あまり褒められた冗談ではないことが分かるはずだ。光月も読むと。はい。何ですか、これは。幽霊騒動の背景にはそういう問題があったんだよっていう資料かな。まあ、こういった事実があったかもしれないということは、あえて疑わないでおきましょう。ですが、私やお嬢様のやっていることが間違っているかのような書き方は不愉快ですね。やってることは間違ってないよ。でも、やり方は良くないとこがあったんじゃないかな。ほうほう、幽霊部が私たち仕分け委員会をうちのお嬢様のやり方に不満があると。やめないか、光月。委員長、私やお嬢様が仕分けを行った連中は皆部費や備品を私物化しちょろまかしていました。それを嘘や見えすいた隠蔽工作でごまかそうとしたのです。私やお嬢様はそれを看破し、動かぬ証拠を突きつけ彼らに引導を渡しました。このことに誇りを覚えることはあっても、恥じることなど一つもありません。
私が？それはビビる人間が弱いだけの話では。それは間違っているぞ、光月。僕たちはあらゆる部に対してある種の裁量権が委ねられている。その行使には正しさと厳しさの他に必要なものがある。なんです？それ優しさだよ。その通りです。僕たちは全ての部活に対し公正であらねばならない。だがそれは何のためだ？全ての部が健全な学園生活を全うできるようにするため。そうかな。仕分け委員会の活動要項にはそのように書いてあるんです。疑問を差し挟む余地はありません。でも健全な学園活動って何？それは簡単に言えばみんなが楽しく活動するためじゃないのかな。だって楽しくなかったら何のために頑張ってるんだって話になるでしょ。ダメなものはダメだけど楽しくなくなっちゃ意味がないってことか。でもだからってこんなこと認められません。このクズたちは自分たちが悪いにもかかわらず幽霊騒動にかこつけて仕分け委員会に意趣返しをしてきたのです。身の程知らずにも程がある。今すぐ行ってとっちめてきます。待って待って、そんなことしたらかわいそうだよ。かわいそう？意味がわかりません。お前は。はっ、単に臆病なだけだろ。やってみりゃいい。ただじゃ済まさねえけどな。私たちは良くなかった。お嬢様、いいのですか？まあなんつうか、こいつら悪いことしてるんだって思うとズバッとやりたくなっちゃうんだよな。でもそれがいつも一番の方法ってわけじゃない。そういうことだろ。お嬢様言うな。まあでも今回はユウたちの言う通りだと思う。お嬢様。ハンナ、今回は反省しとこ。お嬢様がそう仰せなら。うんうん、若葉ちゃんはいい子だね。いや、それほどでもないっすよ。それじゃああとは資料に書いたように当事者である仕分け委員と部の間で話し合いをしてね。あんまり強く責めちゃダメだよ。